はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、羽田空港事故に関する話題なんだけども、これね、前回の動画でも予告したように、空港の事故防止、ね、これも超簡単なんですね。ただ、実行しないだけなんです。ね。で、過去にね、まあ、過去にしてもこの事故が起きてから、AI の、管制官ね。で、まあ、あんな高いタワーではなくて、こうカメラとかね、いろんな風向きとか全部、機械でできるわけなんで、で、別の場所に、要は指令システムがね、指令塔があって、まあ、全部、まあ、いろんなハイテクを使ってやるっていうね、そういう構想があって、まあ、それが実現に向けて、まだもうちょっと先になるっていうね。で、それまでのつなぎ、まあ、それまでの間には、まだいろんな課題がある。だから、茶番がまだまだ続く。その間の事故は、すぐと思えば防げるけども、そこまでお金と手間暇かけてやるのかなっていう。そうすると、利益に対してどれぐらいでっていうね、まあ、どうしてこういったものがあるんだから、計画があるんだから、まあ、そこまで持ちこたえればっていうね、まあ、そういう考えが働くわけです。どうしてもね。で、一個前の動画では、視聴者さんが、滑走路のね、すべての、要は手前のところにね、侵入のところにね、今どういう状況であるのか、掲示板、ね、掲示板で今どういう状態なのかっていうのをね、まあ、表示すればいいっていうね、まあ、それも一個ものすごくいいアイデアです。次はこの滑走路、誰が使うのかっていうね、そこに表示すればいい、ね。これがなるべく低い位置に表示、あと雪が降っても埋まらないところにあれば、ね。昨日のおじいの動画の中でね、まあ、遮断機をつければいいとかね、遮断機、もっとストップでブーって上げるシステムね、電車みたいにこうブーってね、ホームのこれみたいに壊しちゃうで。でもそれやると、今度地上の安全確認が、でも見えなくなっちゃうけど、でも機械を使えば、ね、超音波なりなんで、こう使えばわかるよね、あとカメラ使えば見えるよね、だからこの死角がないようにカメラ設置すればいいよね、なんかあったらビン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 ってなればいいよね。でもビン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 ってなっても、あ、またいつも残るんだ、どうせ落ち葉でしょ、スズメでしょってね、ほったらかしたら意味がない。そのシステムも落としていたら意味がない。ね。まあそういうことなんです。まあ人間がかかるとろくなことにならない。どんな便利なものもね。で、とにかく今はね、滑走路の手前で待機しろ。とりあえず止まれという命令を使うなっていうことでね。そこに行ったらもうそこで止まれという意味なんだっていうね。それをやっていて事故が起きた。取り返しがつかないね。まあ、そんな現状。で、いろんなこういったものはね、ヒューマンエラーという魔法の言葉で仕方がないよね。人間である以上ね、まあ、意思疎通ができていなかったよね。ここで毎回毎回同じ説明が出てきて、ちゃんちゃんになるんです。で、そのちゃんちゃんの時に、じゃあ、PDF にまとめて、今回のこの事故は、こういった原因であって、これはこう思った。で、管制はこう思った。で、これの、ね、ボタンの書き違いによるヒューマンエラーが発生した。じゃあ、これについては、これから、これを設置して、こういう風にするようにしたっていう、まとめて、ちゃんちゃん。PDF しか、ちゃんちゃん。で、他の空港にはそれを、ね、生かさない。同じ。で、福岡で起きたら、東京でも同じことができた。じゃあ、ここはここで対策をしましょう。ちゃんちゃん。だから、どっかの大きなことが起きても、他の空港で役立てない、この日本のね、このシステム。国土交通省のやり方、どうなんだろう。と、思うわけです。で、とにかく、ね、この横文字が出てくると、日本人っていうのは、ね、ああ、かっこいいな。なんかわかんないけども、ヒューマンエラーなんだ。ね。今回はいくつかのヒューマンエラーが重なってしまってっていうね。で、おじいはその瞬間的に、ヒューマンエラーっていうものが起きてはいけないものが、いくつか重なるって何？一個出たらいけないものが、いくつか重なってしまってって何？処理自体がおかしいでしょっていうね。
なので、その、言い方も悪い、ね、泊まれも廃止した、ストップ払いとはね、叱っていない。使えたとしても、使う条件ではなかった。ね、管制官の判断1個なんだ。だから、支障はなかった。ね、果たして、そうなのか。ね。で、ピッ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 ってね、誤侵入、防止機能がね、ピッ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 ってこう反応していた。滑走路が黄色になって、ね、516便と、開放機がね、赤くなって、ビンビンって、こういうところが危ないよ、ビンビンってシステムがね、ちょっと反応してたのに、けども、それに気がつかない。60秒以上。たまたま、それが重なった。凝視するものではない。だから管制業務はね、適切であった。ね。まあ、このヒューマンエラー、魔法の言葉、ね。そして、国土交通省、お国が出てきてね、調査結果も出ていないのにね、そこは問題がないんだを強調するっていうね。まあ、不思議な国だよね。で、テレビでこう言ってんだから、新聞でこう言ってんだから、間違いがないよね。ね。その国民性。で、このヒューマンエラー、簡単に言うと、意思疎通、伝わった、伝わってないかなんです。安倍晋三銃撃事件を思い出してください。ね。後ろのガードがゼロになった。ね。で、警護をしていた、ね、警視庁の SP 一人、プラス、京都のね、ダメ署、ね、ダメ刑事、ダメ声、ね。で、そこのところで、ね、飾りのね、トラシバみたいな、ああいうのをつけながら、ね、格好だけつけて、ね。で、あっちに行けっていうね、あっちを見ろっていう指示があった、ね。じゃあ、ここがガラガラになるっていう意思疎通ができていなかった。その瞬間にできてしまった。ね。偶然が重なった。そんなことあるかいな。伝わった、伝わってない。ね。本当に、すごく、面白い言葉でしょ。ね。で、まあ本当ね、そういう言葉で片付けられてしまう。ね。ボーリングの2投目投げた後のね、何か疑問が残ってても、ダーッって、パン。はい、終わり。赤字ファイルが出てきました。この謎が、ダーン。終わり。ね、赤木さん。そんなわけでね、この意思疎通がね、伝わらなかった。非常に残念な言葉を聞きましたね。いやー、今回犠牲者が出てしまいましたね。二度とこんなことはあってはならない。これを繰り返してるわけです。ずーっと繰り返してるわけです。で、これね、ホールドショートオブランウェイ、滑走路の手前で待機せよ。この言葉を使うな。ね。タクシーというホールディングポイント、ね、今回言ったら、C5、ね、R34 の滑走路の手前にね、C1、C2、C1、C5、C5 だけど、ね、そっちに向かえ、そっちに向かえと言ったら、それは止まるという意味なんだっていうね。だから、命令上はね、本当に待機場所、ホールディングポイントはね、待機場所、ね、翻訳すると待機場所なんです。で、ホールドはね、待機、ね、待機せよ。待機場所に待機しよう。こっちは止まれという意味がある。ね。こっちは止まれという意味がない。そこに行ったら止まるのが当たり前なんだよ。そういう意味なんだ。っていうね。なので、この止まれというものを使わないで、こっちへそういうね、統一するんだ。これを使ってはいけないという法律はないけれども、使ってもいいけれども、こっちなんだ。っていうね。その解釈のもとにっていう。でも、こっち側がよく使われている。今でもね。でも、これを使ったらいけないんだみたいな風潮がある。おかしいよね。これ、どこが決めたの？で、このね、まあ、そういう問題なのか、2012年からね、待機の意味も含むっていうことで、ここ、おじいは攻撃される。
ここがおかしいんじゃないのって言ってるのに攻撃される。おじい、2012年からこうなっているからこうなんだ、だから悪くないんだ。いや、その犯人探しの悪い悪くないではなくて、根本的に原因はどこにあったんだ、そこのところをね、明確にして、未来の事故を防ぐんだっていう、その名目上はどこに行ったんだ。お前たちはただの名目上で、ただこうだあらってね、阻止してるだけじゃないか、違うのか、ね、言ってることとやってることが違うじゃないのか、ね、そういうね、犠牲者が多いわけです。国際基準550メートル以上、ストップバーライト。でも夜間とか見えにくいときは、ね、かかわらず、使うのが望ましい。羽田空港は600メーターなんだ!あの時には、ね、使う条件じゃなかったんだ!ね。だからそこを思いっきり攻撃してくる人、その考えがおかしいよって言ってるの。そこが原因なんだよっていう。なんでそれで納得するの?これはこういう決まりなんだ、ね、じゃあその決まりを作ったのはどこなの。2012年からね、じゃあそういう意味にして、じゃあそれから滑走路の誤進入はなくなったんですか。数年前にも取り上げられてるはずだよ、危ない危ないって。で、誤進入もいっぱいある。2012年以降も誤進入はいっぱいある。出てくる、よく売れば。これに統一して、そういう意味も含むんだにして誤進入はなくなっていない、どころか取り返しがつかない大事故が発生した。これが目の前の現実なんです。現実なんです。どんなに皆さんが元気なおじを攻撃しようとも、目の前に起きた現実があるんです。これを言ったから解放が悪いんだ、まだ隠されたものがある。でもこれを言ったことによって起きたとおじいは思っている。じゃあナンバーワンを廃止する、そういう問題なの、そこなの。今回の問題はこれで幕引きになろうとしてるんだよ。だから、ナンバーワンを当面の間使わない。いい、当面の間ってどういう意味ですか。そういう問題なんですか。じゃあナンバーワンを廃止にしたら、じゃあ誤進入はなくなるんですか。停止線をね、反射材を塗るなどの、そういう問題なんですか。ね、なので、おじいは、止まれ、それで止まれ、待機しろ。その命令自体を廃止するべきではない。と思ってます。おじいはね。そして、重要なポイントを考えてみると、管制官と操縦士の情報の共有化が必要なんです。意思疎通ができていない。ヒューマンエラーで片付けられてしまう問題は、これは情報の共有化なんです。で、JAL が言っている、そこがアナログに頼っている、ね、そこにやっぱデジタルを持ってくる、この時代にっていう。で、そこに、その、じゃあ、言葉ではね、アナログの虫を使ってるから、じゃあデジタルで飛ばせばいいのか。いや、見間違ったりとかする問題がある。おじいはもう一個先に行って、情報の共有化なんです。で、管制塔が、例えば何も見えない、ね、スピードで走ってて、その空港の状況を見えない操縦士に代わって、目の代わりをして、そして交通整理を行うのが管制官の役割なんです。で、それができていないから事故が起きた。もうこれ以外の何者でもない。じゃあ事故が起きるようなシステム、混雑ぶりとか作ったのはどこなの?で、国土交通省が守備で認可してるんです。ね。で、他に起きたことの対策を羽田に持ってこなかった。ね。
それも国土交通省の責任です。それでおじいが言ってるのは、管制官はね、その交通整理をするための情報をすべて握っている。だけども操縦士に対しては次の指令しか言わない、一つ前の指令しか言わない。つまりテトリスで言ったらね、次は、この棒を、ね、この棒を落とせ。ね、この棒を操作せよ。ね。だ次と次も情報を持っているのに、次と次は見せない。常に次のものしか教えない。指示をしない。その通りにやればいいんだ。そこに問題があると思ってる。だから、その、完成では、完成でないとわからないものっていうのは、目視だよね。目視。ね、だ本当に、その、カメラを使っても、例えば雨がついて見にくかったとか、ね、砂がついて見にくかったとか、ね、そういったものが発生する。必ず、人間が出てこなければいけない部分が出てくると思います。でも、管制が握っている状態で何をやろうとしているのか、その頭の中の情報をすべて根こそぎ共有化すればいいだけの話なんです。何をどうしようとしているのか、この瓶とこの瓶の間に入れようとしているのか、そういったものもすべて共有化することなんです。これをすることによって、皆さんが管制は今何をやりたいのかな、今どういう状況なのかなというのを、すべてのその周りの関連するものと、情報を共有することによって意味が理解できるんです。そして意思疎通が、につながるんです。単純なことなんです。で、まだちょっと完璧に仕上げる途中なんだけど、一個前の動画でね、言っちゃったんで、本当皆さんにね、出すわ。これは今まだね、駅のホームなんだけども、駅のホームにくっついてるものなんだけども、これらのものからヒントを得るっていうか、コックピットにね、iPhone、iPad 1個ポンって置いとくなり、ね、ケーキのところに1個つけるなり、簡単なことができるんです。ね、ほんの一部で言うと、ね、ここには、要は、滑走路、誤進入、防止システムのね、そこの状態の、例えば自分が C 滑走路から降りるって言ったね、バラララララランつってね、はい、配属後、ね、難便だけども、ね、着陸許可、もらいたいんだけどね、ってね。じゃあ、あんたは、じゃあ、R34 から降りてくれる ?R34、了解ってね。で、ピッチって、あと、このマップのところから、バラララララランつって、その、C 滑走路の、ね、34R の C 滑走路の、ここの安全状態が表示される。ね、で、無線でやりたい内容とか、送られた内容に対してね、なんかここに表示されたらね、了解。で、連絡すればね、ポンって緊急連絡とか、これ今こうなってるけどどうなんですかとかって、ね、これで連絡をする。連絡ボタンとね、了解ボタン。ね、こういったものがあって、で、望みとかね、光とか、こだまとか、こういったものをちょっとヒントにして、で、あとはこの、つくつかないとか、こういったものがね、じゃあ今後予定するもの、じゃあ滑走路をクリアっていうね、指示が来る待ち、まだこれが出ていないとかね、風はリアルタイムでこう、ここの、滑走路のこの状態とか、そこの情報がね、リアルタイムでこう、パパパパでね、ここがポン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 こう変わる状態に出てればいい話で、こうやってね、うん。本当侵入着陸許可と同時にパッて押したらね、これできてこう了解とかピッてでね、で滑走路はね、例えばクリアとかね、でこのクリア状態にこう取得しようがあるけどもね、それでそこにね、例えば C 滑走路をね、着陸許可を出すと同時に、じゃあこういったものね、その滑走路自体ね、どうなってるのかね、だ情報を共有するもの。まあ、ジャルビンにはジャルビンの、やつがあって、例えば、解放機だったら解放機。例えば、今回ね、じゃあ解放機の場合だったらどうなのかっていうと、C1 の方に、このね、
2、3機いたわけなんだけども、優先したわけだよね。ナンバーワン、離陸のナンバーワンとして、ね、優先したわけ。前に、C1 に向かっているのが2、3機いたのに。ね、だから、まあ、優先ナンバーワン、ありがとうっていうのがね、出てきてるわけです。で、これがね、その、飛行機のね、パネルのところにモニターを置くなり、どっかモニターを置くなり、ね、とにかく、こういう表示、最低限でもあるといい。そうすると、例えば、ね、今の指示っていうものがここに出てくる。ね、ピンって言ってね、R34、ね、C5 で待機せよ。ね、この C5、ね、C5 に向かえっていうのがあって、ピピンってこう出てきてね、無線で。そして無線で言ってね、無線で、ね、了解もあるかもしれないけど、ピンって、ね、ダブルでね、了解、ピッって。そうすると色が変わるとかね。で、じゃ、この、C 滑走路のね、R5、ね、これ待機しようね。言ったら、そこのところのね、滑走路 R34 は今どういう状態なのかね。今は、ピンピン、ね、こうやって、R34、1番ね、着陸 JAL 512便、ピン。ね。あとは今度、ここにね、R34、2番目、離陸、ね、JA722A、で、C5 から、ね。で、3番、R34、3番、着陸 JAL166 便とかね。で、これだと、C1、C2 とかね、これがこう、ナンバー2、ナンバー3が、繋がってくると思うんだけど、まあ、こういう順だったと思うんだよ、本来ね。で、こういうものを表示すればいいんだよ。で、これは、例えば、開発から見た情報なんだけども、JAL 機から見たら、当然ね、この枠のところの中に黄色くなるよね。自分だよっていう。これ黄色は自分っていう意味でね。黄色は自分だよ。じゃあ次に、あ、離陸がいるんだ。離陸は C5のところにいるんだ。で、やっぱ同じ情報があって、自分の降りる滑走路がこうでね、これで、あ、なんか出てるよ、出てるよ、つってね。出てるよ。緊急連絡、おい、なんか C5 でなんか出てんだけどさ、つって。これ映ってるけど大丈夫なの、つってね。こうやって確認できるわけじゃん。だから最低限、本当更新をしている間に、迎えとか許可がね、ここから降りてとかって決まった段階でその情報を共有する。ね。で、例えば、これがね、これが何もなくて突然割り込んだとしたらね、ビンビンビンってね、優先機が追加されました。確認してください。ピンって変わったらね、了解ってこう押せばいいわけだし。ね。わかる？なんとなく伝えたいこと。で、これね。これね。これ。通常の状態は、ね、この着陸機、例えば512便から見たら、通常はこの状態であるべきなんだよね。だから、滑走路がクリアな状態が、ね、見える。これは管制下にあるね。そのデータをデジタルで送ればいいだけのお話だから。このままね。それを表示するだけでいい話なんだよ。これがね。だから、ああ、ここで、次の便が C5 で、ああ、ここにいるんだなっていうね。これが伝わるよね。わかるよね。十分ね。で、来たら、おい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 ってね。おい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 ってこうなるわけで。わかりやすいでしょ？ね。そしたら、ね。例えば、こう。管制から、もしくは、上でもね、ゴアランド、ね、着陸許可を取り消しました。ね、ビビンってこう、ね、こうなるなり、ね。だってこう、わかるように、ね。で、例えば、この解放機から見ても、ジャリから見ても、ね、このシステムそのまんま、ビビンってね、R34、C5、ご侵入発生。ね。で、例えば、解放機だったらね、このようにね、滑走路上から直ちに退避せよ、ね。離脱先はつって、例えば、これが、C5、6、7、8があって、その横がこうやって出てくるから、最短のところで安全。ただ、ここの時間との計算でね、できるわけだからね、離脱先は、ね、もしくは、この滑走路外のところにね、緊急避難しようとか、そういったものを、このやりとりが、完成とか、時間の関係で分かるよね、この位置関係。これがAI を叱れば瞬間的にできるっていうね。ここの表示のところはこう AI がっていうね。なのでこう緊急連絡でどうしたらいいですかみたいなね。言葉。まあ AI の方がこっちは正確だとは思うんだけどもね。
こういう風にして何しても、こういう情報を全てのものをね、この R34 の着陸次の166メートル、おお、なんか今えらいことが起きてるなってね、じゃあこれはあのこっちもゴアランドかもしれないなみたいなね、この状態がビン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 ってこう可視化して見えてるわけだから、全だから管制もそれにね、許可したものを全てに情報を共有すること。ね、あの、C1 に向かえってね、C1 に向かえって言ったら、これの前の次のナンバー2、ナンバー3、ナンバー4も全部だから、この滑走路のここに行けって言った段階で、ビンってこれに切り替えればいいんだよ。だこれと同じようなことが、ここに行くまでの間に滑走路があって横断しなければならない。ただ、あの、タワーとグランドカーね、グランドの時にはやっぱ同じようなシステムで、このね、滑走路誤進入システムがあるわけでしょ。だから、そこの横断する時にも同じような表示をすれば、防げるわけじゃん。今、自分は何をすべきなのかっていうのを、ここにずっと表示すればいいんだよ。ね。で、無線で分かりにくいとしても、ここのところで見て確認して、了解確認でね、確認しました、ポンってやればいいだけの話なんで、ね。何もね、難しい話ではない。そうすると、福岡の件にしても、この羽田で起きた件にしても、あと他の似たような件について、あの、移動中に羽と羽がぶつかっちゃったとか、あの、牽引しててぶつけちゃったとか、そういったものには役には立たないけれども、でも、あの、飛行機自体が、あの、離陸着陸で、要は滑走路誤進入による重大インシデント、もしくは事故っていうものは、たったこれだけのものをプラスアルファするだけで防げるんじゃないのか。ね、少なくとも、あの、管制官だけがね、凝視してるままではないから、気がつかなかった60秒以上。それで事故が発生するよりも、これらのものも全部共有することによって、じゃあどこかしら気がつくでしょう。管制が気がつかなかったから、この海保もジャル機もね、ぶつかった。じゃあ、こちらもこちらも情報を共有してたらどうなったでしょう。じゃあ、こういったものが一枚ね、モニターでポンってあるだけで、じゃあ過去にあった同じような件、どうでしょう。防げたはずだよね。でしょ？単純なことなんだよ。情報をね、共有化するだけ。で、三菱総合研究所、ね、2018年、空の混雑解消に日本の AI 技術を活用よってことで、今の計画とかね、いろいろ見てれば、まあ、ポイントは急速に進む空の混雑解消はね、抜本的な航空体制の変革が必要。新たな、ね、概念に基づく軌道ベース運用の実現、ね、変革の鍵となる。ね、まあ、こんなような内容があって、ね。で、一方では、ね、1月22日、空港管制 AI 化でも滑走路誤進入を防げない道の壁。ね、まあ、これでも、まあ、AI 化になってきますから、ね。ね、おじいもこのシリーズの動画で一回出したでしょ。今こういう計画があって、別の場所にこういうのがあってって、記事で説明したでしょ。ね、まあ、そういった航空管制 AI 化でも滑走路誤進入を防げない3つの壁。第1の壁、ね、航空機の動きが予測困難。第2の壁、航空機は指示通りには動かない。ね、第3の壁、絶対的に正しい判断がないケース。ね、AI に完全に代替するより、人を支援する側に回る方が現実的だとお伝えしておきたい。ね、まあ、この記事の内容は今回紹介したけど、そういうことなんです。ただ、おじいは、いろんな面で考えると、やっぱり、これの意思疎通の問題、ね。で、AI に完全に頼らずに、ね、結局は、ここ、情報の共有化をすることによって、今までに起きているもののほとんどは防げる。めちゃめちゃ簡単。ヒューマンエラーがいくつか重なったにしても、もう これが表示があるだけでね、ね、このシステムが
あるだけで、ストップバーライトとかね、管制のご侵入防止がどうのこうのとかってね、それに足らなくても、ね、ストップバーライトが光っていなくても、600メートル以上だったから使っていなかったとしても、9ヶ月メンテナンスであったとしても、ね、廃車の塗料を塗らなくても、ね、この情報の共有がね、たったこれだけの、たったこれだけのエリアのもので、これをね、ピッてこう出しておくだけで、茂るんじゃないの？違う？で、何のためにね、リアルタイムで地球の裏側の周知もできるみたいなね、あんな 5G 化、急いだの？そうでしょ？だそういった、技術がね、あるわけでね、結局、どんどん、生かしていかないと、データを飛ばすだけのものって、例えばね、こういったものがまだできていない間って、マイコン、コンピューターを使って、その、オフィスコンピューターみたいに、その企業専用のソフトウェアを作るのに、ね、100万円、200万円とか、立てかけて作ってたわけじゃん。専用のものをバカバカしい。そうでしょ？で、そういう時代なら、まだしも、ね。だって今もうフリーソフトウェアでできるよ、こんなもの。悪いけど。ね。プログラム好きの高校生だって、こんなプログラム作れるよ。それをすべてのグループに対して、それをまたシステムを導入するとか、今のコントロールパネル、この操作、ね、このメイクに対してこれがここにあるっていう、まあ、そういったものがありだから、実際問題にそれらのものをやろうと思ったら、大変な規模の予算もかかれば、そういった操作に関する、メイクに関するもの、そこのところにも大きく影響がかかり、これは慎重に検討できる。日本ってこうでしょ？いや、そうじゃない、ね。たった1枚2枚のね、機長が持っていたスマホでもいいんだよ。ね。その電波をね、電波を前向きに発信して、で、ソフトで受信すればね、アンドロイドで、もうこれが壊れたらまた新しいを変えればね、だって1枚でも2枚でも動くんだから。もっといいのが欲しかったら、日本はリンゴ好きだからね。リンゴのやつ買ったって10万に20万ぐらいでしょ？ね。いいもの買ったって。ね。そんなもんで、アプリで使えるんだから、電波さえ広げれば。ね。極端なこと言うと、じゃあ極端、わかった。予算がどうのこうのって言うんだったら、ね。じゃあ、すべての航空機にね、埋め込まなくても、ね。じゃあ、機長なり副機長とか、みんなね、じゃあ、スマホぐらいまだ持ってんだろ？このアプリ入れとけよ。ね。離着陸するとき、なんかどっか、スマホスタンドにポンって立っておいて、そこで、受信できるんだから、それ使いよ、って。ね。航空機の設置0円でできるじゃん。別に。でも、そんなにいっぱい離着陸してて、ね。着陸料とか何だか料とか、いっぱいお金をもらっていて、一気につき端末1個2個ぐらいばらまいたって、大きな価値にならないじゃないの？ね、これをまたね、そのシステムの開発にはどうなるかね、これは専用の端末作って、1端末あたり、これだいたい100何十万円かかるから、いや、ここの空港には何台これが待機していて、そこに全部取り入れたんだ。いや、お国の予算として、何兆何千億円の規模が予算を取っていただかないと、みたいな。いや、大臣これで、民主主義、まあ、黄土色の饅頭でございます。気が利くな。いや、私、黄土色の饅頭が好きで、ぜひこの予算を取っていただく。まあ、国でまあ、任しておけ。黄土色の饅頭こっちだね。いや、黄土色の饅頭がもし、ね、まだ足りないようでしたら、ね、お主も悪いよな。じゃあ、今回のこのシステムは、じゃあ、まあ、一応、まあ、名目上、ね、あれになるけれども、まあ、入札の段階で、まあ、ちょっと、間ね、まあ、
言葉では申さぬが、まあ、踊りの饅頭を食べながら考えておくよ。いや、ぜひよろしく、よろしくお願い申し、まあ、開発システムはな、そうだな、まあ、100兆円規模の予算にすれば、ありがとうございます。ね、まあ、うちの方で受けさせていただいて、ね、まあ、下請け、孫請けね、まあ、そうじゃ、まあ、中国の会社も含んでね、まあ、これらのものは、たらいまして、どんどん行く、ね、まあ、大体、ね、一機あたり、まあ、一般の端末を使う1万円、2万円でできますが、でも大体ここでな、まあ、中抜きが必要ですからね、まあ、ここで一機あたり20万円抜いて、10万抜いて、まあ、そうすると一機あたりの予算を250万円ぐらいいただければ、何?石段祭り250万と、お主悪やのアンドロイド使えば2万円ぐらいで行くんだろう ?250 万ちょっとお主それはよくより、いや大臣さん、だから、王道山まだ少なかったで、なんかもう、まあ、でもまあそれぐらい今の時代は、まあ、かかるよな。それをよろしく、ぜひともよろしくね。で、そんな大通りの饅頭の中身を国民はね、一生懸命ね、まもなくやってくるよ。もうね、もうすぐ2月15日やってくるよ。ね、そっから1ヶ月間。ね、皆さん、踊り場の饅頭を、ね。まあ、サラリーマンは、天引きさんいるけど、ね。それだから、踊り場の饅頭を収めにね、行くでしょみんなね。まあ、そんなわけで、ね。本当に、やろうと思えば、ね。高校生の夏休みでも作れるよ。ね。本当に。天才の子供だったらね、小学生でも作れるよ。そうでしょ?ね。あれできるよ。ファミリーコンピューターのファミリーベーシックで作れるよ。ね。あとプレイステーションの、なんだっけ、なんか、こう、命令をこう、組み立てて、こうやって動かす。ね。ああいうのもあるじゃん。ね。試合のが好きな子供だったらね、ああ、これ簡単っすよーっつってね。だってこれ今、完成にあるんですよね。これアプリっすよね。ああ、だったら、それを表示してる、信号で、アプリが起動して画面に表示してるだけっすよね。ああ、それ共有して飛ばせばいいじゃないですか。あ、簡単っすよーって。で、了解って言ったけど、ここのところで今、類似曲化、これが出てるんですよね。ああ、だったら、これでこれ、あるさよって、こう、これ、完成でやるでしょ。ああ、だったらそれ順番に表示。あ、これ簡単っすよー。みたいな、ね、あ、これ、嘘じゃないよ。めっちゃ簡単なことだよ。多分、おそらくこれ見てる方も、これを表示するシステムって、すっげえ簡単だなって思ってると思うよ。ね。でも、国が絡むと、大規模な予算になるんです。これがね。で、その大規模な予算のうちの 90% が、実際にかかる、ね、原価はどれぐらいなのか。ね。まあ、日本という国はね、そういう国だからね、ほんとね。そういうことなんです。まだまだこれだけじゃないよ。ね。もうちょっとしっかりしたものがね、プラスアルファで。でも、少なくとも、単純なことなの。完成のやってることって、順番に、あなたここに行って、倉庫版と同じだから、あなたここで待て、ね、はい、あなた、許可します、行って、はい、何も、行ってください、あなたはね、こっちに向かって、あなたも C5 向かって、はい、あなたは C1 向かって、着陸許可します、でね、で、そこに、あなたはここで待ってねがないんだから、行け行け行けだ。そうでしょ。あのね、そんなに難しい話ではない。そんなに難しい話ではないし、やろうと思えばすぐできることなのに、もうできる時代がとっくの昔に来ている。この2012年以降、このね、
2012年から大気の意味も含むっていうね、こういうのがあったけど、おじいがこういうのを一番最初に買ったのはね、2012年モデルだったんだよ。Google のね、なんだっけな、Google の端末なんだよ。Google のなんとかってやつ、2012年モデル。それ買ったんだよ。その後2013年モデルはもうちょっと良くなったけど、2012年モデルを買ったんだよ。アップデートでね、どんどん重くなって使えなくなっていったけども、なんだっけな、名前。だその頃には、もう、おじいが、こういうのを買ってた時代なんで、ね。2012年なんだよ。2012年には、もう一般の人がものすごく簡単に買えるようになった。だその前にこういったものもどんどんいっぱいあったけど、でも気軽に安く買えるようになっていた、もうすでに。だこんなくだらないことを決める前に、情報の共有化をやろうと思えば、簡単にアプリでできたよってことなんだね。そんなわけでね。まあでも、さあ、こんな簡単なことなんだけども、あと、まあ見せ方とか、かっこよくしたいんだったら、色付けがしようかもしれないけど、人の命を守るために優先をするとしたら、とりあえず、ベータ版、簡単に作ることができるからね、短期間で。超ウルトラ短期間で、特化ポジですぐ作ることができる。その情報を共有するっていうのは、ね。それをやっていくかどうかの話なんだよ。あとは、見た目の問題とか、デザインの問題とか、ね。そういったものは、アップデートでどんどん良くしていくことができるんだよ。必要な情報を、ね、必要なだけ、ね。先に美味しいお菓子が完成した。じゃあ先にお菓子をね、って。で、だんだん、入れ物のケースが豪華にバージョンアップしたり、ね、アイドルを使って、ギャッてギャーって宣伝するようにしたりとか、そういう肉付けはいくらでもできるから、重要な部分は先にパシンとスピードを持って入れてしまおうと思えばできるんだよ。何でも。やろうと思えばできるんです。それをやるかどうか。で、大臣の鶴の一声もね、そういった権限を持っているけども、ね、さあ、じゃあ今の国土交通省のお大臣様、じゃあ、いつまで、責任取ってやめろやめろって声もあるけども、それがなくても、短そうだと思わない？で、で、そこから先まで、だからこういう計画関係ないんだよ。だって自分がやりたくないから責任を持って。そうでしょ？スーパーのビニール袋と同じで。いや、あれは私が考えたわけじゃないんですよ。前田大臣がもうあれをやるって決めてて、それを引き継いだだけなんですよ。ね。要は、無責任大臣がね、無責任にやってることだから、ね。だから本当、なあなあ、どうでもいいんだよ。結局。で、JAL みたいに、ね、何かがないと、変わらないような、ね、そういう組織の体制があって、やってるから、一個のことについて、ずっと引き継げてできてるわけじゃん。ある意味、日光とかああいうところの組織っていうのは役割があって、で、責任を持ってやってるわけじゃん。ね、で何かミスとか失敗があったら そこの中でもやっぱペナルティとかルールっていうものはあるけれども、でも社内でね、検討しながら スピーディーに、そして事故に対してのものっていうのは手を抜かずにずっと何十年間も客室乗務員にね、訓練とかそういったもの。あれも確かなんだっけ ?1 ヶ月に1回はやるんでしょ確かね、必ず。で、そういったものをしっかりと必要性、重要性を持って真剣に訓練を行ってきたから実践でできるっていうね。
そういう姿勢があるわけでしょ。責任を持ってやってるっていう。で、お国の大臣はそういう心構えからないでしょ。ね。だってお飾りだもん。お飾りだもん。で、お飾り以下の、そこに勤めてる人たちは、コロコロね、移動したりとか、そういうのはしない人たちも多い、実際のやってる人たちは。でも、そういう人たちって、責任がないもん。で、わかんないけども、いや、うちでやることになってよね。どうするよ、この年金の、これマイナンバーとかさ、年金のこれどうする、そこに、下請け出したらいいじゃないか。あ、そっか。じゃあ、これちょっと年金のこれやってくれる。ああ、わかりました。受けますよ。任せてくださいよ。まあ、許しけとくから。頼むよ。ああ、大丈夫っすよ。っていうのね。いやー、こんな年金のこれ、いや、めんどくせえな、これ。おい、お前のためにこれ仕事やるから。ありがたいだろ。ね。ああ、わかりました。やらさせていただきます。ね。めんどくせえ、これわかんないなぁ。あ、にはお、にはお、あ、これ、やる、やる、ね、いい、これ、マネ、これで、オッケー、あ、オッケーオッケー、あ、はい、じゃあ、はい、にはお、にはお、はい、これやって、大変いい感じやる、大臣、これが中国の会社、これ全部個人情報で、崩れちゃったんですか。いや、私は、ここに出したから、いや、そんな中国の会社には出してません。え、出したの。いや、私はここにやったので、いや、中国の会社出してません。じゃあどこが。あー、いや、知らなかったんですよ、中国の会社って。そうだったの。これでしょ。だからほら、一番最近で言ったら楽天モバイルがそうじゃん。ね。楽天モバイルの社員がね、その下請け会社とね、共謀してね、スーパーカーに化けちゃったとか、ね、いいマンション住んで、奥さんもいろいろ贅沢物買ったりとかしてね。でも、そこの、ここのところはね、ここのところは中抜きで儲けて、実際には末端でね、孫を蹴り打って、このお金がもらえないって、ひーってこうなったわけでしょ。でも楽天モバイルは、いや、うちをここに出したから、知らないよ、こんなとこ。知るもんか。なんでうちが面倒見たけど、知らないよ。ここの関係なんだから、契約は、つって。ここの問題でしょ、うち知らないよって。ね、そうだったでしょ。だから世の中って、そうやってできてるんだよ。ね。いや、それでも楽天モバイルのものは先にお金を出して材料も買わないとね、工事もできないしね、こんだけの約束があったから、こうやってやってたわけでね、先にお金を使って仕入れてるんでしょう。材料代だけでも払ってくださいよって、うちは知らないよ。うちはここに出してたんだから、こっからもらってください、みたいなね。世の中って、そういうもんだから。ね。あなたが末端で、実際に工事をやってくれたんでか、ありがとうございます。いや、こんなことだって申し訳ない。ね。うちから職に出すから、今後はやってくれる。ごめんね。申し訳ないね。今、いくらだったんだ、あんじゃ建て替えるから、ごめんね。って。ね。こういう気持ちは全くないでしょ。ああ、お前いらないから。ね。うちのグループで、やる部署を作ったから、吸収したから、お前とかなんかいらねえわ。ってね。こんな状態だったでしょ。ね。社会ってのはそういうもの。ね。だから国だからって言っても、国も大きな社会の中の一個だから、そういうもの。ね。で、お大臣はね、人ごと、他人ごと。そうでしょ。ね。だから本当に、どのお大臣にしても、国民の気持ちはわからないし、金銭感覚、国民の感覚はわからない。ね。だから、スーパーで何がいくらってね、なんとかメガネが、増税メガネが言ったって、ね。私も修理大臣になる前は、実際にスーパーで直接通過で、あの頃に比べると確かに上がってるかもしれないね。だってね。まあ、ぬくぬく、
してる人たちはね、一切わからないし、いや、総理大臣にそれを見せたところで、もともと、その、総理大臣でなくても、ね、自分の派閥もあるわけだし、ね、いろいろな問題でお金には困ってないわけだから。そうでしょ？ね、ルパンだって三世まで、ね、バカ息子が、イエーイなことなんでね、とんでもない話だし。そんなわけでね、おかしいんだよ。その庶民の気持ちがわからない、ね、一部の政治家サラブレッドたちのための日本、国民は、ね、そのサラブレッドたちのための奴隷、一生懸命働いて税という名目たくさん押し付けられて、ほとんどをかつ上げされる。稼げされた税金、ちゃんとしたことに使ってるのだろうか。税金の使われ方の多くが国民が納得できないものに消えている、この現状。ね。一番だけじゃなくてダメなんですか？二番じゃダメなんですか？一番であることに意味があるんだ。ふざけたこと言うな。一番であることのスーパーコンピューターで飛沫がこう飛ぶ。だからアクリルボードでブロックして営業許可しましょう。あれから何年か経ちました。あのアクリルボードがあったことによって、ね、換気を悪くさせて余計ひどくさせたよね。あのアクリル板。ね、あれはマイナスになった。失敗だったよね。お店の人たちには大きな負担になった、ね。そんなことを言い出した。どこ？一番じゃなきゃダメなスーパーコンピューターで飛沫コンピュー、飛沫がこう飛ぶからあれが必要だって出たんじゃないの？やっぱ役に立ってないじゃん。一番じゃないたっていいじゃん。ねえ。そんなコンピューターがないたって、パーって言ったら、ね、窓開けて、換気扇やれば、ね、おじいの仕事だけど、換気扇ポンって開けて、反対側までパンって開ければ、スーって抜けてくるんだよ。単純なことなんだよ。ね。結局、無駄だったね。本当ね。はい、そんなわけでね、終わります。長いでしょ。ここまで見る人いないから、ほとんど。ね。そういったところにね、日本人にそろそろ気がつかないと。ダメな時期に来てるんじゃないかなと思うけどね。はい、終わりです。じゃあね。